キャプティバは、シボレーブランドで販売している、中型クロスオーバー SUV である。初代モデルは、韓国 GM が2006年から製造し、欧州市場及びベトナムで、シボレーブランドで販売した。欧州ホールデンでは、ホールデンキャプティバ、本国韓国では、GM デーウインストームの名称で販売されていたが、2011年3月1日の、社名変更に伴い韓国内でも、 シボレーキャプティバを名乗ることになった。前期フロント前キリア2004年9月のパリモーターショーでコンセプトモデルシボレー S3X が2006年3月のジュネーブモーターショーで市販モデルがそれぞれ公開され、同年夏から各国市場に手順次発売を開始した。主に欧州市場を意識して開発された車種であり、すでに同じ GMC たプラットフォームを採用する。 シボレーエークイノックスが販売されている北米市場には投入されなかったが2012年モデルからは北米市場でもシボレーキャプティバスポーツという名称で発売される予定だったが撤回された5人乗りと7人乗りが用意されエンジンは直列4気筒エコテック2.4リットル V 型6気筒アロイテック3.2リットルの2種類のガソリンエンジンに加えて EVM も 通りとの共同開発による GM 大雨発の2.0リットルコモンレールディーゼルエンジンが搭載される。2010年9月のパリモーターショーにてマイナーチェンジ型を発表。フロントマスクなどが大幅な変更を受けた。上述の通り、韓国仕様はこの直後に社名が GM 大雨から韓国 GM に変更されたため、マイナーチェンジと同時に社名もそれまでの GM 大 ウィンストームから他国と同じシボレーキャプティバに変更された。2013年3月のジュネーブモーターショーでマイナーチェンジ型を発表。新しいシート生地やインストルメントパネル、スマートエントリーシステム、リアシートヒーター、新デザイン18インチホイールなどを採用。2015年12月一部改良。外装では新デザインフロントグリル、 LED データイムランニングライトを内蔵したヘッドランプ。内装では Apple CarPlay、Android a u t o に対応した新しい7インチタッチスクリーンインフォシステムが搭載された。また一部グレードにブラインドスポットモニター、リアクロストラフィックオーニング、19インチアルミホイールを装備。2018年、韓国にてオーランドと共に販売を終了。 両社の統合後継者種としてエクイノックスが投入された。その他の市場でも後継者は GMC アカディアやシュボレーエクイノックスとなり2018年をもって生産を終了した。2011年7月30日、ゼネラルモーターズジャパンによる正規輸入が始まった。中期型の2.4リットルガソリンプラス6速 AT4WD 右ハンドル 七人乗りの単一グレードのみ。なお日本仕様は放棄に沿い、サイドアンダーミラーが装着される。価格は354万円。2012年5月9日、クロームベゼルとフォグランプが装備されたタイプに変更。価格は359万円。2012年7月12日、コールマンとのコラボレーションで生まれた、日本仕様初の限定車、コールマンエディションを発表。 同月14日より販売を開始した。通常はオプションとなるラグジュアリーパッケージという量食に加え、タ体マークの刺繍入りヘッドレストや、コールマンステッカー、ランニングボード、SD メモリーカード対応ナビゲーションシステムを特別装備とした。なお、購入者全員にクーラーボックス、バーベキューセット、ピクニックテーブルセット、パーティシェード、クワット LED ランタンなどで構成される。 コールマンアドベンチャーパッケージが新定された。2012年10月27日、特別使用者、トラベラーを発売。iPhone リンク機能を持った富士通転生、ナビゲーションシステムと、プラズマクラスター4発生ユニットを搭載した、アルパイン製の10.2型リアビジョンを備える。全国限定30台。2013年4月18日、一部改良を実施し、 同年5月11日より販売開始すると発表。フロントグリル、フォグランプのデザインを変更し、リアコンビレンズに LED を採用。デュアルゾーンウォートエアコンやタイヤ空気圧計黒灯を標準装備としている。また、シングレードとして従来セットオプションだったシートヒーター付け本比較シートや電動ガラスサンルーフなどを標準装備したラグジュアリーを追加した。 2013年7月27日、特別使用車、アドベンチャーを発売開始。ベースグレードに対し、パナソニック製ナビゲーション、バックアイカメラとサイドステップが備わる。また、購入者は、コールマン製のアウトドアグッズがもらえる。2014年8月4日、特別使用車、アクティブレッドを同月30日に発売すると発表。レッドとブラックのツートンカラーで、 コーディネートされたシートや Wi-Fi 接続機能付きカーナビゲーションシステムなどを装備している。2015年5月21日、特別使用車、キャプティバアクティブライフエディションを30台限定で、同年6月6日に発売すると発表。2016年1月9日、一部改良。キャプティバを379万円、キャプティバラグジュアリーを414万円で導入。 フロントグリルやフォグランプ、アンダーガードのデザインを刷新した。DRL がつかない、日本仕様はその部分が LED ポジションランプとなる。また、Apple CarPlay を標準装備した。2016年6月28日、特別使用車、Captiva Perfect Black を発表。同年7月2日に409万円で15台、限定発売。 2017年5月30日、特別使用車、キャプティバパーフェクトブラックエディション2を発表。同年6月3日に409万円で15台、限定発売。シボレーキャプティバ、放春、530も、参照2代目となるキャプティバは、GM と上海2者集団、厚生2者集団による、合弁会社である植木通用、ご両議者が販売する。 公春530をベースに開発された。2018年11月にコロンビアに導入。2019年3月にはタイのバンコクモーターショーにて発表し、同年10月よりタイ市場にて販売開始。しかし2020年2月、GM のタイ市場撤退によりタイでの販売が中止された。2020年5月には中東での販売が開始された。 ありがとうございます。